ピンゴルフの皆さん、こんにちは。メルです。はい、カメラマン山ちゃんです。はい、今回は最近始めたゴルフ女子特集で、少し前に東海ゴルフ女子のお花ちゃんの動画があったんですけど、はい、そのお花ちゃんの紹介で同じ東海ゴルフ女子のメルちゃんにご出演いただきました。はい、で、ランの動画を撮りたかったんですけど、はい、雨ですね。はい、ここ、名古屋の金山にありますゴルフ525というシミュレーションゴルフの施設にちょっとお邪魔してます。メルちゃんあれなんだよね、ここで勤務。はい、スタッフとして働いてます。はい、そうです。いつもいるんですか？いつもだいたいいます。おお、なるほどなるほど。あとは僕聞きたかったのが、はい、上をやられてるじゃないですか。あ、そうです。そう、その上についてちょっとお聞きしたくて、はい、ちょうどよかったと思って、はい、今日はここで撮影したいと思います。はい。で、これがあれですね。あ、そうです。これが私が出してるブランドのものです。名前はレッヘルンって言います。レッヘルンです。ちょっと奥行くとこんな感じでバーです。バーカウンター完備してます。長野店長。店長です。はい、よろしくお願いします。はい、すみません、今日は突然ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。着てます。そうですね、ちょうどモックネックの T シャツを着て L サイズ着てます。はい、ちょうどあったかそうですね。これあったかいですね。分厚くていいんですよね。奥の方は何があるんですか？奥の方はですね、こちらがパウダールームという館を広くしておりまして、化粧を直したりだとか、衣装チェンジだったりとか、そういった形でご利用いただくルーム、専用ルームになっております。色がこのように、おお、すごい。もう少し明るい色になったりっていう形で、女性の方がここでインスタだったりとか SNS で上げるような形の写真も撮れる。めちゃめちゃ盛れます。これがこうなります。変わる変わる。めっちゃ鮮明になりましたが、続いてなんですけども、お客さんには珍しがられるんですけど、酸素ルームになります。そうなんですよ。実はヨギボのクッションの目の前がテレビ、そして頭上にはエアコン完備っていう形で、365日暑い寒いにも対応しているルーム、酸素ルームになります。そう、なんか酸素カプセルみたいな、なんかこうもっと狭いっていうか。そうですね。なんで当店のこの酸素ルームは2名様だったりとか、複数人数でも入れるような大きさ、広さになっているので、なんか以前のこう狭くてこう直立してこんなっていう形ではなくて、もうくつろいでっていう形のイメージで入っていただけるので、それで今ご利用いただいてるっていうような形になります。カウンターだけのご利用であったりとか、ゴルフはやらずに酸素ルームだけ使うというお客様もいらっしゃいますので、それだけでも利用はできます。ご高齢者の方なんですけど、おばあちゃんとかそういった方たちが今酸素の方ルームを使いたい放題で利用されていたりとか、よくシミュレーションゴルフ行くと無人の施設を思い浮かべる方も多いかもしれないんですけども、当店はスタッフを入れてやってるっていうのもあって、スタッフさんとこうお話をしながらカウンターで、仕事の辛いことだったりとか、そういったことをお話をさせてもらってっていう形で、今現状は利用していただいております。レッスンもあれですよね。今日はいらっしゃらないですけど。そうですね。レッスンもお客様に合わせた形で、女性のインストラクターがいるので、長期契約だったりとかそういうこともあるので。なんかイベントとかをやるときに、シミュレーションゴルフ場の場所貸しとかをしたかったり、あとレッスンプロの方がレッスンする場所、例えば雨になっちゃってどうしてもシミュレーションでやりたいとかって時に結構探すの大変なんですよ。525はどんな感じですか？もうお電話1本で相談いただいたらご対応させていただきますので、お客様に寄り添った形で安心したサービスと価格をご提供できるかなと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、僕ちょっとこれさっき見ちゃったんですけど、そうアルバさんに以前のしていただいて、それを思い出として飾っております。黒ひげとか。そうですね、カウンターでのちょっとした遊びだったりトランプを置いたりとかしてます。はい、メルちゃん、ウェアがずらっと並んでる感じですね。はい、まずブランド名からご紹介させていただきたいんですけど、レッヘルンといってドイツ語で笑顔っていう意味です。ああ、ドイツ語なんですね。はい、ドイツ語です。で、コンセプトが皆さんに笑顔になってもらえるようにという思いが込められてます。で、ちょっと他のブランドとちょっとやり方が違うというか、フォロワーさんの意見を聞いてからいつも商品を作ってて、今回もなんで皆さんの意見を入れて作ったものです。へえ、そうなんだ。はい、その方が喜んでもらえるかなと思ってそういうふうにしてます。なるほど。いつから展開されたんですか？去年の12月です。あ、じゃあちょうど1年。はい、去年も秋冬を出して、はい、春夏出して今これが新作っていう感じ。はい、そうです。そもそもなんですけど、なんでこのゴルフウェアをやろうかなって思ったんですか？もともと服が好きで、ゴルフも始めて、その企業さんから最初はコラボしませんかみたいな感じでトレーナーとかパーカー出してたんですけど、その時にその買ってくれたフォロワーさんがメルちゃんデザインした服着れて嬉しいとか、こんなデザイン欲しかったとか喜んでもらえたんで、自分もそれがすごい嬉しくて、でなんか自分でやってみたいなと思って始めました。じゃあ最初そのコラボから始まって、はい、まあそのデザインとかパターンとか選んでみたいな感じですね。そしたらもう自分で好きなの作りたくなっちゃったみたいな。このロゴとかあるじゃないですか。はい、ご自身でですか？これはプロの方と一緒に作りました。プロのデザインする方、ロゴとか。デザイナーさんの方、はい、あ、なるほど。レヒェルの L と A を組み合わせてマークにしてもらいました。今回一番人気だったパーカーから紹介していきたいんですけど。今着てるやつね。あ、そうです。私も今着てます。可愛いですよね。これ何色ってんですか？これ。ブルー、スモーキーブルーっていう、はい、ちょっとくすみがかったブルーなんで、結構男性の方でも着やすいカラーになってます。デザインはボックスロゴが刺繍で入ってます。で、今回フォロワーさんの意見を募集した時にシンプルなデザインがいいっていう声が多かったので、いかにシンプルにおしゃれに見えるかを追求していて、このボックスロゴも黄金比率になってて、そのみんなが見た時にパッと見でおしゃれだなって思われるようにしました。で、ポケットもついてて、見えるかな？そうなんだ。ポケットも一応ついてます。ポケットはメッシュになってて、冬場って結構ポケットが乾かないとかそういう問題があるので、メッシュになってるのでそういう問題も大丈夫で、紐がないのでスイングも邪魔にならないっていう。いいですね。僕ね、紐抜けるんですよ。なんかしないですけど、洗濯してって紐抜けて入んなくて、いつも困る感じ。そうなんですよ。紐がないので。で、生地がちょっと変わっていて、今人気の注目されてるダンボールニットっていう素材使ってるんですけど、もちもちしてて触り心地としては。あとすごいストレッチ性があって、あと軽いんですよ。だから結構ゴルフにも適してるかなと思って選びました。次に人気だったのモックネック、モックネック T シャツ。デザインは首元とこっちか、袖か、袖に刺繍です。こっちもで入ってます。ロン T にしては結構珍しいぐらい分厚いですよ。で、重厚感があってラフすぎないので、あとシンプルなんでめっちゃ着回ししやすいものになってます。あとこの黒にターコイズブルー合わせるのが珍しいので、そこを気に入って買ってくださる方も結構多かったです。それすごい綺麗。いい色ですよね。白黒もあります。あとはニット帽。これはもう冬の防寒対策のマストアイテムかなと思うんですけど、一応このデザインが前後ろに入ってて気分で変えるようになってます。ああ、もうその瞬間だけでもめちゃめちゃ可愛いですね。こんな感じ。ニットいいですね。可愛くなりますね。そう、ニット帽可愛いです。結構女子とかも全然使える感じで、男子もちょっとこう柔らかくなるから良さそうですね。そうですね、はい。ネックウォーマーですね。実はこっちの前後ろでデザインが違うんです。あ、それなんか全然違う。そう、こっちはそうプリント、後ろプリント、前はタグのデザインになってます。と中が毛布みたいなすごいあったかい素材でできてて、めっちゃふかふかです。他にネイビーとブラックがあって3色あります。キャップ、これちょっと私が被るには大きいんですけど、どちらかといえば男性向けなんですけど、フラットキャップ、つばがフラットになってる平つばですね。こんな感じで、これも刺繍です。刺繍でリヒエルのマークがついてて、後ろにブランド名が入ってます。次バケットハットです、みんな多分好きです。これ黒もあるんですけど、ちょっと白をご紹介していきますね。これも刺繍でブランド名が入ってます。白黒なんでめっちゃ使いやすいです。こんな感じ。なんかあれですね、海外旅行行っちゃうみたいなそれでサングラスつけたらバケットハットのいいところは、かぶったら誰でもおしゃれに見えるっていう、はい夏だと耳とか日焼けするんですけど、バケハが一番日焼けも防げるかなと思います。確かに全体守ってくれる、はい、そうなんですよ。で最後にちょっと初めて服とかキャップ以外出したものがあって、ナイロンバッグ、これは着替え入れたりとか、シューズ入れたりとか、結構いろんな使い方できるんですけど、じゃプリントで大きく入ってます。こんな感じで巾着タイプになってます。紐で縛れます。結構出張行く方とか旅行行く方とか、荷物分けるように何枚かあってもめっちゃ便利かなって思います。ナイロンなんで汚れとかにも強いし、水も弾くので割と使えます。あれ、これ購入はどうやって買うんですか？オンラインショップがあるので、オンラインショップからになります。サイズは基本的にあれですか、全部ユニセックスで作ってるか、はい、LL サイズとかもあるんですか？あります。じゃあ S から LL って感じ？あ、そうですね、はい、ストーリーとかでも、はい、もうちょっとでこう発売しますとかやってたじゃん。で先行予約でさ、もうなんかさ売り切れとかあるでしょ？そうですね、ほぼほぼ売り切れてるものも多いです。前回は LINE の登録者様限定で先行販売して、その時点で3日間やったんですけど、結構ババッと売れて。あ、じゃあ LINE 登録しておいて、公式 LINE があって、はい、登録して、そこからオンラインショップで買うのが一番情報も早く取れるし、はい、先行販売にもこういけると。はい、そうなってます。このブルーのパーカーは30分で2サイズ完売しました。開始してから30分。じゃあレアじゃん、今ここにあるの。そうそうです。これはサンプルなんで今置いてるんですけど、はい。XL はまだ残ってます。L はもうないの？ L はちょっとないです。じゃああれですね、春夏モデルも危ういんで LINE 登録をした方がいいですね。あ、ぜひしてほしいですね。はい。まあてことでちょっと紹介していただいて、せっかく今日本当はラウンド動画を撮る予定だったじゃないですか。ちょっとシミュレーションやった方がいいんじゃないかなって。一応ゴルフチャンネルなんで、メルちゃんのちょっとこうプレー見たいよって方もいるかもしれないんで、シミュレーションですけど1ホール。わかりました。はい。やりましょう。パー3ってでパー取ったら、僕買っていきます。本当ですか？いや頑張ります。パー取らないとダメ。はい。頑張ります。このバケハって黒も出てるんでしたっけ？黒もあります。ちょっとまだ在庫あるんですか？あります。ああ、そう黒が欲しいです。あ、わかりました。あ、でもパー取んないとダメですよ。あ、はい。頑張ります。パー取ります。はい。じゃあそんな感じで一回ちょっとシミュレーションやりましょう。はい。お願いします。はい、じゃあ設定終わってパー3の83.5 ですか？え？絶対パー取りたいなと思って。ああ、なるほどなるほど。まあでも池がねあるから。そうなんです。結構プレッシャーはすごいです。池入ったら一発終了だね。はい、そういうことです。だからもう。お願いします。はい、お願いします。頑張ります。じゃあオッケーは、オッケーいくつ設定したの？オッケー 1.5 です。1.5。でもシミュレーションの 1.5 って結構渋いですよ。いや、でもパー3だからグリーン乗って 1.5 以内に入れればいいんでしょう。まあそうですね。ずる。いいや、やって。じゃあお願いします。いいじゃん。いけ。おい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 。ああ、ちょっと大きかった。これはいいぞ。これはいいぞ。いいぞ。ちょっと当たりすぎました。10.6メーターですよ。パター結構長いですよ。でもさ、長いだけだね。そうですね。結構長い。10.63メートル。リアルはなんかジャンプした。おいおい、ああ、あぶねえじゃねえ。1.5メートル OK だった。あった。下もかったわ。パー取りました。なんどこでもいいよって言ったらこんな設定されちゃった。まあ長野店長に。店長にお願いしましょう。優しい店長だな。はい、じゃあ後で生産してください。ありがとうございます。まあって感じでちょっと今日は、はい、まあ、メリちゃんに出てもらって、はい、まあウェアの紹介自分ご自身がやってる、うん、できてるまあ気になる方はインスタを見ていただいて追うのもいいし、はい、概要欄から、うん、はい、LINE とか、うん、LINE 登録で見てもらってもいいしって感じで、はい、であとまあ今日ちょっとねラウンドボールが取れなくて、実際のゴルフ場でラウンドしてる姿と、はい、まあ、あと今日どっちかっていうとシミュレーションゴルフとウェアの紹介だったけど、はい、まあ、メルちゃんのことも聞きたいんで日を改めて撮らさせていただけたらなと思うんで、はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあそんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。